さあゲートオープンしていく。いいスタート切ってます。判定高さがそれ以上にインサーブ切りながら島田亮もインサーブのインポジションを決めていく。第1位はここは島田亮が1番手を持っているのが第2ストレート。1位ドライバーが成功してきているがそのままあった島田の亮がイエーチェンジアップを積み込んで走っていく。2番手には3手、3番手にはケイティが入ってきている。そのまま島田亮が1番手のポジションをキープしたまま最終コーナー駆け上がっていく。島田亮が今1番手のコーナーを通過していく。2番手には3手、3番手にはケイティが入ったでしょうか。